総理も官房長官、外務大臣も安全保障に関して差したるバックグラウンドはありません。こんなことで一朝有事の場合に本当に国民の生命財産を守れるのでしょうか。それでいてこの内閣を最善最強内閣、適材適所と言い切る、これも言ってみただけなんでしょうか。聞いているこちらの方が責任を感じます。以上、この2年5ヶ月の民主党政権というものは、まず第一に限度を超えたあまりの健康不一致と、第二にあまりの政権担当能力のなさと総括ができます。今日本は大きな手術をしなければ命を長らえることができない患者と一緒なんです。税と社会保障改革もその手術の一環です。その手術をするお医者の立場にある皆さんが、こんな手たらくでは患者はたまったものではありません。私は一度もメスを握ったことのない人たちに、これ以上この愛する日本の命がかかった大手術を委ねるわけには断じていけません。皆さん方にもし自らを見つめる客観的な目と、そして良心というものがあるのなら、直ちにメスを握るのをやめて、一旦国民の皆さんに政権を返上すべきだと思いますが、まだ少し時間が残っておりますので、反論があるならお願いします。はい、岡田担当大臣。今ずっと斉藤さんの議論を聞いてましてね、ずいぶんいい議論されてるなと思ってたんですけど、やっぱり最後はちょっとあまりにも上から目線でですね、まあ、いかがなものかなという感じがいたしました。先ほどですね、そのメスを持つ資格がないというふうに言われましたね。しかしその病気、これだけの財政の状況、経済の状況、これについてもちろん我々にも責任がある。しかしその間長く政権を担当されたのはどこだったのか、誰だったのかということもぜひ考えていただき、お互い謙虚になってですね、大事なことはこの国を何とかしなきゃいけない、国民立場に立って前に進めなきゃいけないということですから、先ほどの社会保障税一体解決の協議の点も含めてですね、ぜひお考えいただきたいと思います。よろしくお願いします。斉藤野田内閣総理大臣。本当に直球が多いご質問でしたが、最後は高めの直球ですね、やっぱりね。いろいろと民主党の総括されました。で、総括は我々もこれからしっかりしてまいります。マニフェストについてもこの間中間総括しましたけれども、いろいろ我々のできなかったこと、今格闘していることをご指摘いただきました。で、それについてはこれからも引き続き結論を得るべく努力をしてまいります。だけどぜひ斉藤さんだから申し上げますよ、あなたは本当にいろんなことがよく分かっておっしゃっている方だから申し上げますが、逆に言うとこういう国難みたいな時期に TPP については斉藤さんご意見あると思います。消費税についてもご意見あると思います。解散を今言ってくるんだったら TPP どうするんだ、消費税どうするんだ、エネルギーどうするんだ、そういう立ち位置をお互いはっきりしながら議論しなければいけないんじゃないでしょうか。斉藤君。岡田副総理おっしゃったように、これまでいろいろですね、自民党政権の下でいろんなそのおかしなことが起こって今日を将来したということはあろうかと思います。私はそこは責任あると思っていますし、それは我が党もですね、これから直していかなくちゃいけないと思っています。それから総理からもお話がありましたけれども、我々も、私も今政調で仕事をさせていただいておりますが、今次の総選挙に向けて今おっしゃったようなことについてまとめる作業をしております。ですから早くですね、一刻も早く皆さん方が国民の皆さんに政権を返上していただければ、直ちに我々の考えを示したマニフェストで選挙ができると思いますので、ぜひよろしくお願いをいたしたいと思います。終わります。